パトマスチョリス今日もみんなの足に気をつけちゃうぞ。やってきますはい、というわけで今ですね相変わらず名古屋いるんですけども、今回ですね大阪でもちょっとこうアンダーグラウンドな感じで、西田に行ったと思うんですけども、名古屋にもですね元ドヤ街があるという情報をキャッチしたんで今、名古屋駅のこれ裏通りかな、裏通りにいるんですけども、はい、どうやらこっち、まあ、約10年前ぐらいですかね、10年ぐらい前、まあ、西成のアイリン地区同様日雇い労働者とかドヤ街があったと。今回ですねドヤ街にちょっと泊まってみようかなと思います。でまあそのドヤ街泊まるついでにまあいろいろちょっと名残的なものをこう紹介できるようなと思います。はい、でまあこれ後ろ見回すですね、まあちょっとこの立ち飲み屋さんとかあったりとかアンダーグラウンド的な感じでねこうまあ名残が残ってるんでね、今日はそれをちょっと調査したいなと思います。この後の動画に関しては服装が変わってると思うんですよ。はい、これはですね、前回撮影した時にちょっとオープニングが撮れてなかったんで多分服装が入れ替わるんですけども、そこは気にせずご覧ください。じゃあ早速行ってみましょう。レッツゴー。すいません、なんかこの辺に簡易屋とかなんか多くあるって聞いたんですけど、簡易屋、簡易屋、どやって言うんですかね。どうですか。このね、はい、左行くとね、いろいろあると思う。わかりました、ありがとうございます。はい、ちょっとここ到着したんですけど、まあ有名なスポットなんですけども、ここはなんかもうここなんか廃墟とかしてるみたいなんですけども、こういった感じにこの落書きがあるんですよ。で昔旅館だったみたいで、ちょっと過労してねここに旅館、はい、旅館って多分見えてますね。昔旅館だったみたいなんですけど、こうやってねなんか恨みを買ってるのかわかんないですけど、呪いとかめちゃくちゃ落書きがあるんですよ。はい、このなんか祭り金返すとか下層屋とかこう書かれてますけど、はい、多分相当前に書かれた落書きだと思うんですけども、はい、まあ、こんな感じでちょっとところどころに昔の名残がこんな感じでちょっとまだあるっていう感じですね。なんかこの辺になんかどうやっていうか安い宿がたくさんあるって聞いたんですけど、わかりますかね。ここのとこ行って福屋っていうとこあるんで、旅館があるだけでそこは安いかもわからない。この辺ってなんか昔なんかドヤ街がすごい多いって聞いたんですけど、昔は多かったよ。あ、昔なんか日雇い労働者の方がすごい多かった。何年前ぐらいなんですかそれって。もう10年ぐらい、10年ぐらい前。でもやっぱ昔に比べるとそのドヤって結構減りました。減った減った、仕事も暇だもんだ、ね。どんどん潰れちゃってもうほとんどない。ここなんかさっき通ってきた時落書きがすごいとかありますよね。あれ何なんですか。あれ嫌がらせみたいなもんだな。嫌がらせ。あそこ今廃墟になってますか。うん、もちろんなんかトラブルで、まあ嫌がらせでもああいう西成の西成ってしますよ。あそこも行ってきたんですよ。大阪でしょ。俺ももう10万年経つけど俺西成に行ったことあるよ。あ、行ったことあるんですか。よかった、行った時に今日なんかもうものすごいんだぜ。確かにあそこはやばいよ。初めて行った時はお前入ってもんじゃないよ。こう言ってもんじゃないですか。お前どこから来たって見たことないなって向こうじゃすぐ分かるんだ。よそ者が来たんだ。お前見たことないかってどこから来たって言ったって。あ、そうなんですか。歩いてるだけで仲間が降りた俺分からんもん。知らんでな、初めてだもん。ちょっと行ったな、ちょっと怖いって言ってない。実はずっと疲れてる、ここ。何もせんだよ、あっち。話をした、ちょこっとしただけで、おい、こら、集団で来る。それからもう、実際のものをやめたい、来ない。はい、ありがとうございます。気をつけてね。はい。大将、気をつけて。ありがとうございます。いい、いい、気をつけてね。はい、ありがとうございました。まあ、さっきのおじいちゃんにちょっとパッと声かけたんですが、どうやら10年前ぐらいからまあ今そのなんか日雇い労働者、昔の日雇い労働者とかドヤ街はもうなくなっていったっていう傾向にありますけど、まあこうやって歩いてるとまだまだドヤ街とかね、昔のこと知ってる方はね、ちょっとたまたまインタビューできたんでよかったんですけども、でさっきのおじいちゃんが紹介した福屋っていう簡易宿ですね、はい、がこれですね。おそらくこれだと思うんですけど、福屋ホステルって書いてあるんですか。これかな。これ多分昔ながらの多分やドヤドヤですね。多分昔のドヤ街だった、ここからあるドヤですね。はい。でもこれ隣にある
もうこれビビアンなんちゃらホテルっていう、これまた綺麗な建物ホテル、これもホテルなんですけど、まあ、こういったのが あっちとかにもね、ホテルとかいっぱいいろいろあるんですけど、新しいのができて、はい、まあ、どうやらそういったホテルが作られて、まあ、そういったドヤ街っていうのはこう減ってきてるようです。じゃあこの中泊まっていきましょう。はい、どうぞ。すいません、チェックインってできますかね。やられて長いんです、ここが。はい、長いです。まあ、どれぐらいなんですか。30年ぐらいで、門限なしですか。門限なしで。じゃあ、シャワーは1階でございますから。1階で。え、何時でも入れる感じですか。いや、何時も。もう10時に閉めます。あ、本当ですか。じゃあ、すぐちょっと部屋に行って、はいはい、荷物置いたら、入ります。はい。はい、はい、どうぞ。はい。持って上がったのがね、安全、あ、取られるでね、うち玄関が開いてるから、24時間。あー、なるほど。じゃあ、一応持って。できたら、はい。とりあえず部屋行ってみます。はい、どうぞ。はい。というわけで中の部屋に入ったんですけども、非常に見た感じ質素な作りですね。もうこういったこんな感じ、こうベッドがこう並んで、テレビがあって、もう非常に本当に泊まるだけで、もうコンセントがついてるんですけど、まあそれ以外は何もないって感じですね。本当に寝るとこだけ、寝るだけって感じですね。はい。それ以外何もないというか、一応なんかエアコンとかありますけど、で、一応なんかこの部屋はなんかちょっと広い、これ501なんですけれども、多分この部屋だけかな？多分ベッドが2つあるんですよ。反対側にね。この同じベッドがあるんですよ。多分おそらく昔は、まあ、相席部屋みたいな感じで、こんな感じで多分泊まったんじゃないかなと思います。で、さっき今シャワーも浴びてきたんですけども、ボディーソープとシャワーがなくて、普通に固形石鹸だけだったんですけども、はい。まあ、普通に、本当に簡易宿ですね。まあ、でも寝るだけだったら、まあ、不自由することはないっていう感じなんでね。はい。まあ、早速、まあ、これで、まあ、今日は寝たいと思います。はい。おやすみなさい。朝ですの。今朝なんですけど、外こんな感じです。はい。今回ドヤにね泊まりましたが、まあ非常にぐっすり寝れました。昔からのそのドヤ街名残でこういった簡易宿っては残ってますけれども、普通に泊まるだけだったらこう便利かなと思います。まあこう周辺に新しいホテルとか。こうできてたりとかして、どん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 こういう簡易宿っていうのは少なくなってくるんですけれども、まあでもやっぱりそれでも泊まるだけ寝れるだけだったらまあいいっていう人にとってはまあ非常にありがたいスポットです。やっぱ安いからいいですね。本当にありがたいです、やっぱ安いっていうのは。うん。じゃあそんな感じで、もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter 等々も更新してますんで、フォローお願いしまーす。お疲れ様。おやすみなさい。チャンネル登録